マスゲームでーす。はい、今日もですね、ポケモン GO やっていきたいと思いまーす。はい、で今日はですね、こちら高 CP 水系ポケモンを進化させようということでやっていきたいと思います。まあ今のね、僕のポケモンの状況がこのような感じでーす。昨日進化させたギャラドスは一応ね、育てて今多分これ僕の今のレベルでのマックスだと思うんですけど、1749まで行きました。でその他にはね、ナッシー、まだまだねこれ鍛えられるナッシーなんですけど、ソーラービームと念力を覚えたナッシー、さらに昨日進化させたね、あのブースターが、イーブイがかわいそうだって言われたね、こちらマスオとね、はい、まあブースターです。まあこんな感じでいます。で昨日と変わったところで言ったら、モルフォンですね。モルフォンようやくできました。毒の牙って言ってね、あんまり覚えてる技自体は強くないんですが、 CP は強い。さらに10キロ卵から生まれたこのストライク1017なんで、強化すればまだまだこうね強くなりそうな雰囲気がありますね、というこのような感じでーす。まあ、昨日から変わったところで言ったらそれぐらいでしょうか。あんまりね昨日できなくて、うん、そんなに変わってる感じはないと思うんですが、あ、まあベロリンガとかもいるかな、まあいますけど、はい、ということでね、今日はね高CP 水系ポケモンを進化させていきたいと思います。それがね2体いるんですけど、まあ今のところこう見てもなんか同じポケモンいっぱいいるなってね気づく方多いかもしれませんが、またそのポケモンたちです。はい、まず1体目がこちら、ヤドンですね。これサイコキネシス覚えてるヤドンなんですけど、CP641、 どっちの方がいいんだろうな、こっちと638、なんかこっちの方がなんかこっちの方が伸びしろあるのかな、なんか伸びしろありそうな感じがしますね、どっちも。はい、なんかさ、こっちとこっちのあの、はい、このヤドンとこのヤドン638と641ですけど、こっちの638の方がさらにもう少し伸びる余地がありそうですよね、ということなんで、この638のヤドンを進化させたいと思います。では1体目どのぐらいミニ CP になるか楽しみです。進化 GO! ヤドン進化ててぃー。いやー、進化するのはいつも嬉しい。進化するときは、うん、じゃじゃーん、ヤドラン。まあ、家にね、ヤドンも出まくるんで、いくらでもヤドラン作れそうなんですが、はい、CP はどのぐらいになったかな。うわー、また見えない状態ですね、これね。あ、冷凍ビームに変わった。CP が見えない。ちょっと上見てみましょうか。あ、強っ、びっくりしますね、これ。1379のヤドランで、さらにレベル上がりそうですね、このヤドラン。冷凍ビームか。でも、かなり伸びしろが強いヤドランできましたね。こっちのヤドンも、あ、こっちのヤドランも冷凍ビーム。まあ、冷凍ビーム覚えてるヤドランばっかりになっちゃいましたけど。はい。で、もう一体、ね、ちょっとレベル、というか進化ですね、させましょう。それがですね、また水系ポケモンといったらの、こちら、コダックです。はい。コダックもゴルダックに進化するんですけど、結構まだ伸びしろあるよな。では進化させましょう、いきます、ゴー。その個体値と呼ばれるね、あのものがあるみたいなんですけど、そこね、まだ僕勉強中で、どういう風にね計算したらいいのかとかね、ちょっと調べてますけど、難しいもんですね。はい、ではゴルダックでいきましょう、イエーイ、かっこいい、かわいい、なんか、はい、どんぐらいだろう。あ、1311のゴルダック。さっきの、あ、サイコキネス今度覚えてますね、こっちは。こっちがヤドン。で、こっちがヤドン、あの、ゴルダック。同じぐらいかな、伸びしろで言ったらね。まあ、念力とサイコキネシスってことで。結構ね、このゴルダック、いいね、1311だったら、ちょっと強化するとしたら、32で。これで、さっきのヤドンとちょっと同じぐらいなんですが、ヤドランの方が、まだまだ伸びる余地がありますよね。CP で言うと、ほら。こっちのゴルダックあと少しで、こう、マックスの CP になっちゃうんですが、こっちのヤドランはまだまだあるんで、
すごい、面白いですね。こうやって個体差をこう見ながら。あーっていうか、ナッシーやられた、ジムやられた。はい、ということで今日はですね、水系ポケモンを進化させていきました。ちなみにこのナッシーね、ジムに置いといたんですけど、やられちゃいました。残念。もう少し鍛えてからね、ジムに行こうと思います。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。またね、今日ポケモンゲットしに行きたいと思いますんで、ぜひぜひよかったらご覧ください。ということで、以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。